移動行為者の近くでポーズを取る女性たち、立体現動のカード1902年移動行為室は、イギリスその他の海浜で利使用された車輪付きで移動可能な海水浴のための行為室である。18世紀から20世紀初頭にかけて用いられ、その中で利使用者は普段着から水着に着替え、そしてビーチを歩いた。移動行為者は車輪を使って海の中に入れられた、 屋根で覆われ、壁で囲まれた木製のカートであった。木壁で囲まれたものもあれば、木枠にキャンバスを張ったものもあったが、複数の側面には壁があり、それぞれの端にはカーテンのついたドアがついていることは共通していた。海水浴のエチケットの一部として、移動行為者を利使用することは男性に対してよりも女性に対して厳しく強いられたが、それは お上品に振る舞いたいと願う男女両性の間で観察された。特にイギリスにおいては通例、男らと女らは隔離されていたために異性の人々は水浴機姿の彼らを見てはならず、それは公然と見られうるきちんとした服装とは考えられていなかった。イギリス、ウェールズ、アベリストイス付近のカーディガンマンの海水浴場手前右に移動行衣室が見られる。 最色役はちんと1800年頃、ウェールズ国立図書館1805年に、県とマーゲートで利子用中の移動行為室は、以下のように記述された四輪の馬車でキャンバスのホロがあり、一端には銅材の雨傘があり、それが水面まで下ろされ、水浴車は移動行為者から数段で降りるる時は、公衆の視線から隠され、それにより大変上品な女性は、 最も厳格な潔癖さを持って海の利点を享受することができる。ワリー・チャンバレン・オルトン、人々は町木姿でビーチにある移動行為室の小室の中に入った。彼らは移動行為室内で水浴儀に行為したが、ただし男性は1860年代まで裸で遊泳することが許されており、町木を高くなっているコンパートメントの中に置き、 それはそこで乾いたままであるのが常だった。ブライトンの人魚たち、ウィリアム・ヒース・シサク・ホリハンが1829年頃、10中89、すべての移動校者には小さな窓があったが、しかし1906年5月26日付のマンチェスター・ガーディアンの一筆者は、それらは最高が悪いだと考え、なぜ移動校者は天窓で改良されていないのかしらと、怪しいんだ。 移動行為室は当時車輪を用いてあるいは滑らせて水中に入れられるのが常だった。もっとも一般的な移動行為車には大きな車輪があり馬一頭あるいは魚車付きの一体の馬の推進力でサーフから出入りした。人力の押しで自ら出入りする移動行為室はもっと稀であった。一部行楽地には車輪が点灯する木製軌道が水中まであったし、 蒸気機関の力で推進するケーブルで出入りする移動行為室のある行楽地は数少なかった。ひとたび水中に入れば使用者らは海側から上陸し階段で水中に入った。多くの移動行為室には前後にドアがあったがドアが一つのみであれば海の中に交代したであろうしあるいは回転させる必要があったろう。移動行為室が初アから 水浴車を一切見えないように遮ることが本質的だと考えられていたのである。一部移動行為室には海側にキャンバスの天幕が備え付けられ、時には海面まで下ろされ、水浴車により大きなプライバシーをもたらした。一部行楽地では、リッパーという水浴車を海から出入りするのを助ける同性の人物が雇われた。一部リッパーは、 水浴車を水中に押し入れてから、ぐいっと引き上げると言われ、経験の一部と考えた。怖がらないで、水着姿の男女女性は移動行為室から出ようとしている。ひとたび男女混合の海水浴が社会的に受け入れられると、移動行為室は余命いくばくもなかった。郵便はがき消印は1912年8月移動行為室は、しばしば小型が取り付けられ、 これを形容して、水浴者は漁者に、いつでもショアに戻ることができる準備ができていることを、信号した。一部出展によれば、移動行為室は1750年にケント、県とマーゲートで発達したが、ただしこれは、常盆フードに関係しているかもしれない。クウェーカー京都であるミスタ・ベンジャミン・ビールが、移動行為室の発明者である。その構造は、シンプルであるが、すこぶる便利である。 雨傘という手段によって、水浴の楽しみはそれだけ、ひそやかに享受されるので、最も厳格な潔癖さとは調和するだろうイングランド、スカボロのスカボロパブリックライブラリーには、1736年付けの、ジョン・セッター・アリントン作のホリファ版画があるが、それは水浴している人々を示しており、移動行為室の第一の証拠であると考えられているが、 ディーボンはこれは1年前の1735年にはあったと主張している。移動行為室は大英王国とイギリス人のいる大英帝国各地ですこぶる人気があったが、またフランス、ドイツ、アメリカ合衆国、メキシコその他の諸国でも使用された。イギリスでは水浴地域の法律による隔離は1931年に終わり、移動行為室は急速に衰えた。 1920年代初めまでに移動行為室はより高齢な常連客に料理を提供するビーチにおいてさえほとんど廃絶していた。移動行為室は1890年代までイングランドのビーチで活用されていたし、その1890年代にそれらはビーチに駐車され始めた。それらはそれから複数年にわたって末置きの行為室として利用されていた。 その大部分は大英王国では1914年までに姿を消していた。しかしながらサフォーク・オールドバラで画家エリック・ラビリオスは1938年になってもなお車輪付きの利子用中の移動行為室を描くことができた。世界各地でそれらは末置きのビーチヒュッテとして今日まで生き延びている。ありがとうございます。